だって言ってすごいでしょ、ね、ちょっとプレッシャーを感じながら歌えさせていただきます。皆様元気に大きな声でね歌ってくださいませ。2曲目は花とおじさんという曲です。浜口蔵之介さん作られた曲です。花とおじさん、あ、皆様4ページになるじゃないですか。伊藤京子さんという歌手の方が歌われました。
歌も取り上げて歌っていくようでございます。チョイスしてますので、ね、では雪舞に歌ってみたいと思います。Oh,
なっちゃった演歌って普段縁がないから大丈夫ですか皆様、水分取られてくださいね。ちょっとね、思いっきり歌っちゃいましたね。次はの乾杯という8ページ長渕剛さんですね。平成元年4月から高校2年の音楽教科書に入っているんですね。昭和55年にできた曲でございます。でつい最近そんな思いをされた方がここにいらっしゃるね。お嬢さんが結構されたそういう時に歌われる曲になってますよね。そうですね、めでたいですでは乾杯、歌ってみようと思います。Thank you.
回2番まで通して歌いたい。やってましたよね。やってましたね。あの、長い時間もやってた。
あ、そうじゃないの、私みたいなの久保田咲さんがお年間しか歌ってなかったっていう、なんか私もそうだね、あの国立駅の前って八王子なんですよ、ご本人が八王子っておっしゃってますか、八王子の、 あの 車窓から見た風景を作ったんです、ご本人が言うんだからこれ間違えてます。今はなんか教会でね、ピアノ弾いて歌ってるんですけど、青い本になるんですよ、赤いね、こうですね、これもまず
シャドウ。はい。あの赤い本だね。もしありがとう。早ブルーシャドウジャッキー吉川とブルーコメさんで昭和42年ですよ。赤い本の68ページをお書きくださいませ、ね、発表された頃月の砂漠と似ていると噂が立ったので、これは見てみたいと思いますがどうぞ。Oh
じゃあ、ね、本当に私の好きな曲は6ページ。皆様は赤い本ですね。私の大好きな赤い本の76ページです。そうですね。あ、歌ってました。元気でしたか？あ、痩せちゃって。赤い本の76ページ最近もあの映像見てないね。あの人ね、おばさんで痩せてるのよ。ケース感じちゃって1998年、今ではね、横浜のご当地ソングでもう赤い靴を抜いてしまったそうですよ。自分は見えないよ。ブルーライト横浜、はい、と思います。ブルーライト横浜何考えてたの。素敵な曲ですよね。
昭和41年、1966年の曲です。水分の補給と、それからリクエストをお願いいただきます。